中止ホテル殺人事件殺害された女性24はお嬢様で元アイドルスタッフは人見知りで居場所を求めていたと証言サバイバルナイフで犯行に及んだ無職中年男54の凶器はじめまして女優を目指して星のやからやってきました星のやのお姫様みんなの妖精シャンになりたいリリーこと星野リリカです 2017年女優を目指しアイドルの世界に飛び込んだ少女は5年後ホテルで中年男性に無残に殺害された彼女の身に何が起きたのか芸名を星谷リリカ、と名乗りアイドル活動深夜にサイレンの音が聞こえて見たらパトカーが数台駆けつけてきて45人の警察官がなだれ込んでいった ホテルがホテルなので男女のトラブルだとは思っていたのですがまさかこんな3時になるなんて2月3日午前1時30分ごろ東京都府中市琴吹町のホテルにて従業員から宿泊客と連絡が取れないと110番があった警察官が駆けつけ2階の一室を開けるとベッドに横たわる若い女性が発見された 女性の首には刃物によるものと見られる複数の刺し傷があったという殺害されたのは府中市に住む平林紗奈さん24いいところの娘さんでよくツインテールなどしていてとても可愛らしい子でした引っ込み思案でコミュニケーションが苦手な子高校時代はそれでも頑張って阿波おりのサークルに入っていた 高校卒業後は芸能界を夢見てアイドルグループに加入したいわゆる地下アイドルライブアイドルというジャンルです青春シンス2015というグループでライブ活動し物販やチェキなどで収益を得ている彼女は半年ほどでグループを脱退してしまったグループもコロナ禍以降は活動をしていません 芸名を星やリリカ、と名乗っていた平林さんは2017年8月にブログを開始したが2週間で更新頻度が落ちブログ開始の翌年1月の書き込みが最後だったこれはアイドルグループの在籍期間とも重なっている当時のアイドルグループの運営スタッフが証言するもともと 彼女は別の芸能事務所に所属しておりうちのアイドルグループでは預かりの身分だった幼い頃不幸があったと話しており人間関係を作るのが苦手で居場所を求めてアイドルになったようだただ所属していた芸能事務所と折り合いが悪く事務所を辞めると同時にこちらも脱退してしまった 乃木坂46に憧れていてお客との握手会やチェキ会も楽しそうにしていたのだが通っていた専門学校が忙しいからか集合時間に遅刻をしてしまったり振りやダンスもあまり得意ではなかったためグループ内では孤立していたうちを辞めてもアイドルはまたやりたいと話していたが彼女を見かけることはなかった